え、何これ、ヤイプス。 One of the fighting game community's most beloved commentator has a song on the NBA 2024 soundtrack。 え、ヤイプスだ。ちょっと痩せた、ヤイプス。まあ、彼は格闘ゲームのコメンテーターとしてね、もともとすごい強いプレイヤーだったんだけど、コメンテーター、おしゃべりが面白いということでコメンテーターもやっている方なんですが、 NBA のサウンドトラックに出てるってこと、すごくない？ヤイプスが歌っている合間に喋っている。マイケル・メンドーサ、この前あったんだよな。どこだっけ、シンガポールだった気がするな。かっこいいな、こうしてみると。ヤイプスさんです。彼が愛してやまないゲームはマーブル VS カプコンっていうゲームかな。そう、よくね、ネモさんとかと対戦してる、大会とかで対戦してる動画があった気がします。で、そんな彼が歌えんの、フィニッシュマイプレート、どういう意味なんだろうな。俺のお皿を終わらせろってことだから、さっさと食っちまいな的な。へえ。あら、ライプスフィートになってるわ。これ大丈夫か、 YouTube で。あ、すげえ SF のアニメのやつだ。これ待って、これがあれ、ヤイプスの声。あ、ヤイプスっぽいか。ウィフパニッシュとか言ってたよ。これがヤイプスぽかったけどね、今。でも違うのかな。ね、今シャワーシーン多かったよね。Confessions is too explicit. People seeing the confessions and they on Twitter like, man, the old Yipes is back. No, the honest Yipes is back. You know, I held back for too long, too long, and it's time to just throw the truth out there. God damn it, God damn it, Joey D.You know what? Now I can get it off my chest now that we don't play this game. Joey, I always thought you sucked, bro. I just want to get it off my chest now. Now that this game is not popping as it was before, you know. この人です。ちょ、画面ちっちゃくなってます。マーブルでコメントをしている人。へえ。NBA のこのゲームの中で、一曲歌っているという感じですね。なるほど。すごい、なんか各方面で活躍してますね、ファイティングゲームコミュニティの方々が。